ところですね。トラガリアンマンですか。トラガリアンワン。あ、まだみたいですよ。アッキーさん。あ、そうか。うん。失礼。今トニオン曲、そしたら。そうですね。さっきトン三曲。うんうん。あれでも結構チャンス出た気がする。爺様。ゆうきさんは？微妙。あ、九の三色があったけど。そんなのは見ない。さすがに。さあ、親いいですよね、これ。あ、3ワンコッタ。あららら。赤赤ですからね。こっちも悪くないんですけどね。確かに。でも3ワンがアンコられたのはきついか。もうないですね、3ワン。ドラガリアンマンですね、しかも。って考えるとかなり苦しいですね。リアンワンが縦に入らないと。そう、それぐらいじゃないと使いようがないですね。かなり親が上がりそう。イピアンコ。わあ、どんどんあるどんどん入りますね。アッキーさんだったらこれカンチーピンチーするかもしれないですね。うん、泣くと思います。さすがにパーソン持ちいいかな。食い逃し、食い逃しは分かんないですけどね。どうでしょう。こっちがパスト入れた、こっちがパスト入れた。でもこれやってチーピンチーする人はパーソンもチーした方がいいような気がするな。うん、確かにね。お、これでチートイツの目が、ね、そうですね。そうしたいですね。あ、でもシャーチャか。一応仕掛けていく形も残しつつ、まあ、ジャイ切ってもいいかな。ウーマンかジャイか、うん、ウーマンでもいいかも。ローピンにした。こうローピンはかなりチートイツですね。確かに。お、いいシャンテンだ。拠点工場を見ないならリャンピンですね。さすがにこれ苦しいもんな。さあ、キューピンがアンコった。まさかの。ニャンメンチって進行になりそうですかね。こうなるとまあ一応ブロック足りてウーバンっていうのはありますね。うん。うんうん、シャア泣きそうですね、こうなると。これは全部ポンしそうな気がする。おっと、これ3個いくか。もう打点見て。スーピンチーワン、あ、一応筋にもかかっていると。なるほど。まあ、出上がりしてるわけではないんですけどね。そうですね、つもり3個なんで。スーピンチーワンはスーピンがここにない、なってない。お、え、赤ピン現物、現物ですね。宣言牌、宣言牌は、うん、うん、でもまあ黒からでもいいような気もするけど意思表示ですかね。まあ、まあ一切打たないよということか、うん、で赤ウーピンからだったらチーして一発を消してくれるかもしれないみたいな。ああ、それは確かにあります。大井高春スペシャルの。なるほど、うん、そこまで考えんな。赤ウーピンならチーしてくれるかもって、赤から切るという発想があんまりないかもしれない俺には普通はあんまり考えないけどね、うん、そこまでコールしいきなんだ。そこまで一発を消したいのかっていう話もあるしね。まあまあまあ、そうね。もうあれ一切見ないなら確かにそうした方がいいっていうのは確かにあるんでしょうけど、まあ、一発消しとかを考えたのかどうか知らないですけどね、うん、まあ、実際切らないよってことで打ったんでしょうね、うんうん、まあ残った時にね、ロンって言われた時に、まあ、それが一番嫌ってことですね、ですね、うん、さあ残念ながらこのシャンポンはスーワンしか引かない。まあ、チーワンが一番いるか。そうですね。うん、あらら。うん。イースピンが。でもイースピンってもうないですよね。イーピンアンコでしょ。うん。イースピンもない。あの順からじゃない？イーピンが一枚だ。一枚。ただ宝珠はないですね。そうですね。うん。宝珠はない。ってことはチーワンもある分ちょっと有利じゃないですか、マスオさんが。ちょっと有利ですね。サボローピンにしてたら捉えれることできてたっていうのもあるけど、はい、まあまあ、サボローピンで上がったと取ってっていう、まあ嬉しい嬉しいんですけど、うん、自分でも詰まってた。だからこれ最悪は背景でいいピン掴むのが最悪ですね。現状は背手になってないから大丈夫そうですけどね、うん、現状はね、背手をわざわざ回すような感じにもしないでしょうからね、はい、あ、チーワンだ。そうですね、2、1、
リーチのみ。1600? 1600ですね。テンパネして。はい。1600でした。はい。ということで、何でしたっけ、何でしたっけ、パあ、何一曲何一曲さあ、一曲だよ生に入りまして、いきなりドラドラ赤赤。お秋ですね。いきなりウーマンが、統一になって、これはいけるよ。さあ、じいさまはまたチートイつけ。4と1。じいさまね、チートイ。うん。まあ、チートイでも、まあ、打点はまあまああるけど、まあ、そうですね。難しいじゃん、難しいけどね。うん。まあ、でもさっきのね、テンパった瞬間、スーソーズもらえて、いや、ちょっとね、いや、もう、みたいな。ゆうきさん、いや、今貼ったのに、みたいな。いや、だよ、もう、うん、みたいな。お3万匹。3万あんこ。うん。これはちょっと、ね、タンヤオでも軽く上がって。そうですね。赤赤やった赤赤ですね。あ、赤赤。あ、だからドラドラや。あ、ドラドラ。ドラドーラ。ドラドーラで親番やろ、うん。ゆうきさんもゆうきさんはちょっと重いね、これね。重いけど、なんかね、あの、重なり方によっては、まあ、出来上がれば。出来上がれば打点はつくけど。そう、イーピンがあんこ。うん。まっすぐでも重い。重い。で、アッキーが。様子をいきなり引き入れて、もう単野に迎えるよ、これ。すぐ上がれるよ、上がれちゃうよ、みたいな。迎え抜き仕様をもうちょっと大事にしたいなと思うタイプなんですけど。あ、うん、一応ね、重なり。そうね。で、ね。役縁のあの時重なり見て。そう。俺もそういう時、たぶん。ちょっとね、うん、ありますよね。あるね。いや、これはもうちょっと結城さん、きついね、これね。もうちょっと半分折り気味に。マスオさんも気づいて思ったけど、いきなり良くなりましたよ。もうてか、もうシャンテンですよ。うわ。もうずっぽじゃん、あの急所引いたね。そうね。ド急所引いた。急所。秋はまあチーピンとか出たら泣くんですかね。そうやね。うん。秋はもう。さあ、チーソーが統一になったわ。これで、いや、でもなんか、ちょっと、ね。うん。難しい。難しいよね。ね、な、これ。ゆうきさん、なんちゃ、何ちゃ、シャーチャーかな。シャーチャーやね。秋が親番なんで。うん。じゃあもうウーマンとか、そうやね。安全に行くならウーマンとかですけど。そうか、これ、役割統一やから泣いてもいける感じやけども、うん、短くして、そうですね。危ないかもしれない。さあ、一応これ3ピン2度受けなんで、ね。そうやね。おまあ一応数ピンとかから入ればつもり3個まで見えるような形になりました。さあ、じいさんはおたかあぜ。おたかあぜ。やばいか。初あっ9ピンあんこ。さあ、9ピンあんこで。これでちょっとやる気が出るでしょうね。うん、これ白か、まあ、一応赤があること考えたら馬を残しとくのかという選択。なるほどね。でも、ヤンマンがドラなんで。おあ、これで。テンパイ？テンパイですね。お、シャボに受けた。まあ、サモリさんあんこ。サモリさんあんか？サモリさんかくんか？あんこ。まあ、マスオさんは、この局面では確かその、いろいろ条件があった上で、まあ、打点を取らないといけないということで、うん、多分。なるほどね。つもりさんこのリーチになったんじゃないかなと思いますが、チーマンと何に間違った、はい、来ました、スーピンですね、スーピンとチーマン、うん、さ あ, あこれで、まあ、現状ラスメっていうこともあったんですよ ね, ねさあ一応これでアッキーはシャンテン進みましたね、ね、トップ目のアッキーはシャンテンになりましたが、うん、さあ2位に、さあじいさまきついね、これはじいさまきついです、マスオ君からリーチかかってきついよ、うん、みんな打ちたくない、アッキー以外はみんなマスオ君には打ちたくないよ、これは。そうですね、いや、うん、アッキーも打ちたくないでしょうけどね、いや、アッキーはね、もう2連勝してるからね、あ、もう確かに、お、王様、王様、うん、タイム、だ王様だ、タイムだ、王様タイム、はい、さあ、でもチーピンが、じいさまが2枚持ってて、うん、あと数ピンですか、数ピンか、数ピンをじいさまが2枚持ってて、うん、チーマンは、ゆうきさん1枚、あと1枚は、あと1枚はない、ある、秋持ってるかな、秋持ってる、秋、や、いや秋持ってないんやないかな、さあこれで数字になりましたね、うん、さっき数字ばっかかけて、あ、じゃあもう数ピン、あ、これ で, あ、これ で, でも秋が数ピンリーチが入りました、リーチ赤かった、これはマスオ君だいぶ寒いよね、みたいな、寒い、今僕の心が冷えですけれども、大丈夫ですか、俺の今のギャグは、うん、そんなに受けた、全然受けてないから目が死んでるよ、うん、魚の目をちゃんと笑ってにっこり、うん、一郎さん面白いみたいな、すみません、僕冗談でもそういうこと言えないタイプなんで、寂しい寂しい、ハーツさん最初の頃は笑ってくれよったんです、ああはい、こういうことがあるんですよね、でも、うん、まっすぐ E ピンあんこの、うん、数ピン当たり合いやから、うん、なかなかのアッキーの当たり合いを、
ね、まあ、止めてるというか、所有してると、うん、所有してるから、うん、結構いい勝負かもしれない、ね、うん、いい勝負やね、これはね。意外にこう見えてない人たちはアッキーがね、イースーピンが強いんじゃないかと思いがちだけど、まあ、実はね、なんとマスオ君の、あ、チマン、チマン、チマン出た、今チマン出ました。見てなかったわ。リーチのみ、リーチのみやけど、まあ、まあ、大きいね、そう、大きいですね、かなり大きい上がりとなりました。うん、テンパネ1600円、はい、パネパネ、マスオ君ナイス、ナイス。